神秘的な生態系。その場所で一つの命が誕生します。その生命体はすぐに大人の生命体と一緒に暮らすことになります。みんなが疲れている中、いたずら心あふれる幼い子供。好奇心も旺盛です。時間が流れ、少し成長した子供は相変わらず元気いっぱいです。これに対して子供に腹を立てる大人の生命体。しかし彼を止めることはできませんでした。そしてみんなが寝ている間、大人の生命体になった子供のいたずらに叫び声を上げる生命体。すると子供以外のすべての生命体が叫び声を上げます。ところが壁の上に穴が開き、光が見えるとみんな静かになります。そして何かが子供の頭の上に降りてきます。好奇心に満ちた目で見つめていたその瞬間、結局彼も他の生命体と同じ外見になってしまいました。これに他の大人たちは彼を嘲笑い始めます。結局怒った子供は束縛を解いて穴の上へ向かいます。その姿に驚いて、ただぼんやりと見つめる彼ら。そしてしばらくして光が消えます。するとある個体が歌を口ずさみ始めます。今回ご紹介したザボックスは、ある空間にいる他とは違う存在の姿を表しています。初めて映像を見た時は理解しづらい部分がありましたが、理解してみると鳥肌が立った映画でした。個人的な解釈を説明すると、子供を除いて皆が同じ姿をしている社会、私たちが生きている社会を箱の中の生命体で表現したようです。この生命体たちは皆が同じ見た目をしているだけでなく、同じ行動をします。ところが個性あふれる子供の登場で、この箱、つまりこの社会は子供に不快感を示します。このような雰囲気は社会から違いを排除するため、彼らはみんな退屈な人生を送っていました。さらに他とは違う行動をした子供も結局他の人たちと同じ外見になってしまいます。
造して作られた装置はまさに社会の抑圧と強要、それを実行する権力者だと言えます。そのため他の生命体たちも最初から個性のない生命体ではなかったということがわかります。最後の場面のように子供が箱の外に出た後、彼らに合わせながら生きていた生命体が子供と同じように行動する姿を見ることができます。しかしすぐに仲間が不快感を覚え抑制します。これによって私たちは知ることができます。すでに固まってしまった社会の抑圧に対し、子供のように自ら決定するのか、周りに合わせながら生きるかは私たちの選択次第ということです。外へ向かった子供がどうなったかは分かりませんが、少なくとも彼は後悔しないでしょう。この動画が面白かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。そして皆さんの考えをコメント欄に書いてくださると嬉しいです。